日本佐賀県佐賀市中の工事中の工事は佐賀県佐賀市の地名。郵便番号は840-0833。39中華そば専門店中の工事の通り。右は武家屋敷の門。中の工事は佐賀市中心部の地名で、江戸時代にも同名の通称があった。市街中央部を南北に走る県道29号線と市街地西部を南北に走る 国道264号線9道の間に位置する。西、南端は、人工河川の田布施川が境界となる。田布施川からは、中川橋と辻の道橋の中間にある、井戸井で中の工事水路が、さらに辻の道橋で東に折れた先にあるポンポン、井戸井で松原川が分かれてそれぞれ東に流れている。なお中の工事水路は裏十軒川に注いでいる。北から時計回りに、 八幡工事、中央本町、松原、堀川町、川原町に接する。東部には、県内唯一の百貨店、佐賀玉屋があり、中心市街地の一角となっている。明治22年創業の老舗、旅館明けぼの、佐賀ラーメン、玉名ラーメン、熊本ラーメンの源流とも言われる、39中華そば、専門店、現代の名工に選ばれたそば職人。 長尾茂穂が経営した蕎麦税などの名店があるが、39は2013年の火事で店を閉じ、蕎麦税は2016年に台湾国のホテルへ進出のため閉店した。他、ポンパドール佐賀店やサッカー佐賀ントスのオフィシャルグッズ、専用販売スペースなどを設けたコラボ店、ローソン中の工事店などがある。中、西部は佐賀地方裁判所、佐賀家庭裁判所、 佐賀簡易裁判所、佐賀地方検察庁といった観光庁や感謝及び住宅地となっている。当地には武家屋敷の門が残り、佐賀地方検察庁の感謝の門として使われている。佐賀市の重要文化財に指定されているが、建築年代は不明である。裁判所、検察庁と放送関係官庁が所在することから弁護士事務所も多く、 佐賀県弁護士会館も当地にある。面積は約0.105平方キロメートル。平成27年住民基本台帳による世帯数は153世帯。人口は男性145人、女性162人の合計307人。中の工事は佐賀城下の武家屋敷地で、別名は大名工事といった。 高架に未装着刀によると居住する武士は27人、総国高は7319国で諸工事中、高い部類に入り、耐震の武士が多かったことがわかる。鍋島張馬、ま、岡部木之助、鍋島三田優、石井影湯と4人の大組頭の名があり、大組頭の人数は場内に並び最高位である。1968年の住居表示開始により、 松原町の一部が独立して成立した。中央本町との境界になっている県道29号線に中の工事バス停があり、複数のバス路線が運行されている。ありがとうございます。